ちは、袋歯科医の袋です。本日より数回にわたって、ホワイトニングが入っているホワイトニング剤が入っている歯磨き粉というものについて、ランキングされているんですが、それらについての虚実、簡単に言えば本当に合ってるのかなということについて、調べていきたいと思っています。うちのスタッフ総出でですね、アットコスメさんに載っている1位から10位までの商品を、購入いたしました。これを使って、今後、調べていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。歯磨き粉ホワイトニングランキングについては、アットコスメさんによる、ホワイトニングランキングの歯磨き粉の商品を1位から10位まで全て買ってみました。名前が売れていて信用のおけるサイトだと思っているんですけど、ランキング自体は、通常アクセス数、そして口コミの数等で決まってくると思うんですが、口コミで書かれていることにどれだけの信用度があるのかというのも、我々にとってのかなり興味のあるところです。自社の製品を広告するために、わざわざ書いている方もいらっしゃると思うので、その辺のところを、きちんと僕らの方で評価してみようと思っています。今回は我々袋歯科医院が行っている独自の調査です。2014年9月8日時点でのランキングで調査してみました。こちらが1位から10位までの表なんですけど、実際状態の名前を読み上げるのは、一個一個、商品のところで順位をつけながらやっていこうと思っています。結果は順次ご報告していくんですけど、実際に届いてみたらどんなものなのかっていうところが、興味があるところだと思います。こんな包装で届くとか、中身には何が入っている、あるいは実際に白くする成分はどれなのか、味や使用感はスタッフが個別にご報告していこうと思います。あと価格っていうのは、Amazon 等で、買われることが、多くできるんですけど、あとは直接会社からしか買えないもの製品もありましたので、その辺のところ送料等の問題も含めてご報告しようと思います。最終的には実際のスタッフ内でのランキングを、調査しようと思います。市販で売っているものと歯科医院で売っているものの商品は、通常かなり違います。特に歯科医院で売っている商品でも、海外から取り寄せている商品には過酸化水素、通常は過酸化尿素の状態で入ってくるんですが、これらの商品はホワイトニング効果があるというのは、もちろん証明されているわけですけども、それ以外の商品というのは、少しハテナマークがつきながら我々はご報告しています。実際どのくらいのホワイトニング効果があるのかというのは、長期間使っているわけではありませんから、それも、もちろんハテナマークつきなんですけど、皆さんが買う前にプロからアドバイスしていこうと思っていますので、よろしくお願いします。